はい、リブゴルフがスタートしまして、いろいろと、問題が起こっているという動画を上げましたけれども、コメントをいろいろいただきまして、で、あれですね、純粋にね、ゴルフを、テレビ、ライブ、純粋にゴルフをね、見て楽しむ、ファンにとってはね、その見る選択肢が増えるっていうのは単純に、楽しいことなんでね。やっぱりそういう意見が多いですね。で、いろいろいただいて、コメントをいただいて、独占禁止法違反だろうっていうのは、コメントありますけれどもね。これは、もう当初ノーマンがね、グレッグ・ノーマンが、その、PGA ツアーが、そのリブゴルフに出場する選手を、締め出すということは、独占禁止法に当たるということを、もうすでに、声明を発表していまして。だからね、これは、そうね、純粋に考えるとそうなるのかな。ここら辺はね、法律の専門家の方の、意見を聞きたいところなんですけど、そういう、意見があります。だから選手としてはね、その選択肢が広がるのは、いいですよね。その、高額賞金なわけですから。だから見てるファンと、その出場する選手にとっては、道が広がるっていうのはいいことなんだと思います。ただ、その中でね、今、PGA ツアーに参戦している選手たちから、すごい反対意見というか、例えばローリー・マキロイなんかがね、やはりその PGA の、考えに賛成するという、ことを、いち早く発表し、なおかつ、同じく、イギリスの開幕戦でね、リブゴルフの開幕戦は行われていた、同じ週に行われていたカナディアンオープンで勝って、で、彼が言ったのは、そのグレッグ・ノーマンの20勝、PGA ツアーの20勝を超えられた、21勝目を挙げられたのが嬉しいというようなね、コメントを出したりして、マキロ言うなっていう感じだったんですけれども、だからマキロには、PGA ツアーを尊重するっていう考えだし、もちろん、前の動画でお話しした通り、JT、トーマスもね、同じだし。で、今週全米オープンなんですけども、全米オープンもね、この話題で持ち切りで、で、ジョン・ラームがね、また声明を発表したというか、記者会見で語ったんですけれども、やっぱり彼は、やっぱりこの PGA ツアーが長年培ってきたこの伝統というものね、そういうものを非常にリスペクトしているので、その中で、自分がプレーすることに価値が、あるということをはっきり明言を、していまして、だからこれはもう選手の考えですよね。だから今の PGA ツアーに、なんていうか価値を見出して、で、やっぱりそこの、歴史の一員になるっていうかね、その伝統の中で、やっぱりその目標、その PGA ツアーの舞台の中に目標を作って、で、やっぱりメジャータイトルを取りたいと考える選手たちは、やっぱりその、やっぱ PGA ツアーでやっていくと、いうことなんでしょうし、やっぱり新しいもの、そして、そのビッグマネーに魅力を感じる選手は、その飛び出していくということになるんでしょうけれどもね。で、これいろいろね、コメントを見てて思ったのはですね、だからファンが決めるよ、決めるのはファンです。そうですね。そう、そう。だからファンにとってはもう、前もさっきも言ったように、その見る選択肢が多い方がいいということですね。で、僕はね、前の動画でね、自分がどうしてもガバナンス的な立場に立って見てしまうって言った意味は、その、ガバナンス的な立場っていうのは、要はその PGA ツアーの立場に立って、ちょっと考えてしまいがちなところがあるというような意味で言いました。で、というのは、もういいかな。で、ここだけの話、例えばね、LPGA ツアーが、その、テレビの、あれですよね、問題で、いろいろ、揉めていてですね、現在も多分揉めていると思うんですけれども、例えばそういう時に、僕なんかは割と結構その、当事者というか、割とそのテレビ局の方から、そういうツアーのことを調べてくれという依頼が来たりとかですね、じゃあ、そういう、
新しい仕組みを作れないのかっていうようなことを、まあちょっと考えてくれという依頼が来たりするような立場なので、まあちょっとだからまあ逆にこういうリブツアーが現れた時に PGA ツアーとしてはどういう対応を取るのかなというようなことで、ちょっと考えまあてしまうというような意味で言いました。だからまあ要はその今回の問題はなぜね、このリブツアーの登場によって PGA2 がここまでね、もうさ、拒絶というかね、締め出しをするかというところですよね。だからまあそれはもう、まあファンには関係ねえよっていう、まあところではあると思うんですけれども、それは、まあだから問題の本質はだからそこにあるのかなという気がしますよね。だからまあ前も言ったようにそのアメリカの本土でね、そのリブツアーが開催されるということの、まあ、意味というか、で、それがもう途方もないビッグマネーであるということで、まあ、もちろん PGA ツアーは脅威を感じたでしょうし、だから今後、だからこれがどうなっていくかですよね。だからこれがなし崩し的に、現在ね、もうそのリブツアーに参加した選手は、まあ、要はそのポイントが入らない、まあ、フェデックスポイントもそうだし、世界ランキングにも入ってこなくなる。なりますから、いずれね。だからメジャーの出場権等々が、まあ、なくなる選手等も出てきていて、だからそれを徹底していけばすみ分けになるかもしれませんけれども、ただそれがまあ徹底されなかった場合に、じゃあリブツアーに出ながら、まあ、メジャーを狙ってメジャーのタイトルも取っていくような感じになっていくと、なんだろうな、すごくそうバランスが崩れていくというか、まあ、どうなっていくかというと、まあ、だから選手は、まあ、リブツアーに流れていくだろうし、そうすると PGA ツアーが、なんていうかな、例えば賞金を上げざるを得なくなったりとかね、まあ、だから同等に、まあ、して、まあ、こちらに出場してくださいというふうになるのか、だから、いずれにしろ、ただ、というのは、だからリブツアーが永久に続くっていう保証がないので、そこですよ、だからもうリブツアーがもう100年あるんですよっていう、のだったら別に、まあ別にというか、また違うんでしょうけど、じゃあ、数年、5年でリブツアー終わりました。ってなった時に、じゃあどうなるの？じゃあリブツアーなくなっちゃったから、選手 PGA ツアーに戻してくださいって戻れるの？みたいなところもあるでしょうし、だから、そうですね。だからまあ個人的に言うとね、だから、選手、そのビッグマネーっていいとは思うんだけど、ただ、あまりにも行き過ぎるビッグマネーになってくると、なんだろう、例えばそのプロゴルフツアーという、まあ、イベントで得られる、まあ、収益性を超えたところにそういうビッグマネーとかが出てきてしまうと、なんだろう、すごくバランスが崩れて、例えばそれが消滅してしまうようなことが、まあ、起こらないとも限らないので、だからそこら辺ですよね。そこでだからリブツアー並みに PGA ツアーが賞金を、まあ、例えば上げたりすると、やっぱりそのバランスが崩れたりするということですし、あとね、あとまあ皆さんの意見として、まあなんだろう、さっきの独占禁止法もそうなんだけども、そうね、そう。どれかあったな。香川圭さんか。PGA は興行主だと思うんですよと。例えて言うならダウンタウンが吉本興業を辞めて、まあ、松竹芸能に移ったようなものだと思いますよと。吉本興業と松竹芸能にとっては大問題ですが、移籍は当人たちの自由であり、まあ、見る側からすれば面白ければ興行主は誰でも構わない。まあ、そりゃそうですね。単なる興行権の争いだと思いますですね。で、ちなみにガバナンス側の立場ってどういう意味ですか？統治する側の立場という意味でしょうか？すると PGA はゴルフ選手を管理、監督する立場にあるということでしょうか？まあだからね、これが難しく、例えばその PGA ツアーはまあ選手に対してね、まあ、年金等を出してるわけですよね。だから逆にその年金がどうなるのかとか、だからそこら辺も全部絡んでくると、じゃあリブツアーに出ました、 PGA ツアーも出れません、じゃあ、まあ、年金積み立ててたのかな、まあそこ多分オープンになってないと思いますけどね、はっきりしたことは。まあその年金がどうなるかとか、だから非常にだからこの辺がね、
難しい問題をはらんでいるし、まあ、あの話に戻りますけども、やっぱりその PGA ツアーがここまで拒絶する意味っていうのをやっぱり僕はなんか考えてしまうというか、その問題の本質はだからそこにある、本当ここまで危機感が生まれてしまうという背景の意味っていうかな。だからまあここでその結論はないんですけど、まあそういう PGA ツアーの苦しい立場というのもあるよということで、あとですね、あとそうそう、サウジアラビアのことに対してコメントもあったな。これもそう、そうそうそう、サウジアラビアによるスポーツウォッシングについてはどうお考えですかというのもあって、そうだから、まあスポーツウォッシングというのはどうなんだろう、やっぱサウジアラビアのお金だから、これもだからアメリカのジャーナリストたちがまあ言ってることですよ。だからサウジアラビアはそのまあほら、要するにジャーナリストがまあ不審な死を遂げたみたいな事件があって、だからまあそういう血塗られた、国のまあ911もそうですね、だから911の主犯、ハイジャックの主犯の人間の多くがサウジアラビア人だったのかな。でそのまあ家族の気持ちをどう考えますかみたいなことをフィル・ミケルソンが問われたみたいなニュースもありましたけれども、まあだからこれに関してはね、だからまあその、まあ、サウジアラビアがどうこうっていうところ、まあそのお金がきれいなのか汚いのかっていうところになってしまうと、それはまああれ、まあ現時点ではわからないというかね、確定してないことだし、それこそ中国、逆に中国、同じことをだから中国がやったらどうなったのかとか、それこそ中国もそういうね、そういうある人たちを虐待してるんではないかという疑いが持たれてたりするわけで、でかといってじゃあアメリカが善なのかっていうところはもうそうではないと思いますし、単純にアメリカが善で他が悪なのかっていうのも、これはね、もう今のやっぱりそのウクライナの問題見てもちょっと僕はそうはとても思えないんでね。だからもうそこで国の善悪を論じ始めちゃうと、ちょっともう何も言えなくなってしまうので、ここはあくまでもやっぱりそうですね。だから途方もないビッグマネーが、を引っ提げて登場した、まあこのツアーを、だから PGA ツアーが共存できるのか、それとももうリブツアーはこれを飲み込もうとしているのか、まあ、そこら辺分かりませんけども、まあそこら辺が今後どうなっていくかという、だからそれこそマスターズ委員会が、リブツアーに参加した選手にまあその招待状を出すのか出さないのかとか、だからこれは結構この向こう1年ぐらいかけていろんなことが一つずつ積み重なっていて、行って、まあその方向性がどんどん決まっていくということなので、まあ今、ここで軽々とね、まあ結論みたいなことはちょっと、まあ申し訳ないけど言えませんが、ただ、まあこの中で日本ツアーというものがどうしていくか、行くべきかっていうことはね、これはね、やっぱり日本ツアーが考えて、JGT を考えて、まあ声明を発表するなりどうなり、まあスタンスを決めるなりはした方がいいのかなという気がします。今のところその、なんとなく3人がこう出場したということになっているので、じゃあ今後どうなってどうするかっていうことは、まあスタンスを決めなくてはいけないのかなという気はしています。はい。まあだから今この問題はね、本当に渦中で、この全米オープンの会場のその記者会見場はまさにもうこの話題で持ちきりと言って、まあよくてですね、まあ本当選手もこの話題にはうんざりだみたいなことも、もう言ってるぐらい喧々豪々と、まあしていますので、まあ今後もね、ちょっと、見守りたいと思いますし、動きがあったらまたちょっと動画にしたいと思ってます。はい。